海外サッカー選手の面白いエピソードということで、本日もサブチャンネルやっていきたいと思うんですけど、本日はですね、海外のサッカー選手の面白いエピソードを、今回紹介していきたいと思います。まあ、ちょっとね、どんな面白いエピソード、破天荒エピソードとかもあったら面白いけど、どんなエピソードがあるのかちょっと見たいと思います。ちょっとこれに関しては、本当かわかんないです、正直。はい。信じるか信じないかあなた次第っていうことで、本日は見てください。これが 100% 本当の話かって言われたら、まあ、ちょっとそこは俺もわからないので、はい。ちょっといろんなエピソードがあるので、ちょっと紹介していきたいと思います。じゃあ一つ目いきたいと思います。トッティ選手の、面白いエピソードです。みんなが3年かけて完成させるパズルを3ヶ月で完成させてやったぜと、チームメイトに自慢するトッティであったが、そのジグゾーパズルに書かれていたのは、3歳児対象だった。ちょっとお茶目ですね、これ。3歳児が3年かけてやるパズルを、成人男性が3ヶ月で完成させたと。まあ、心は3歳児だったということですかね。まあ、トッティ選手のお茶目な、話でした。次行きたいと思います。インテルでは、会議中、携帯が鳴ったら罰金というものがあり、長友の携帯に、スナイデルが、会議中にわざと携帯を鳴らして、長友が罰金を払った。スナイデルクソ悪ガキ。スナイデルもね、正直あんまりいい噂聞かないですね。ちょっとなんか、長友いじめられてるやん。まあ、今ね、ちょっと長友選手、ちょっと、日本代表でちょっと批判されたりっていうのがありますけど、まあ、こういうスナイデルのいたずらとかからも、まあ、来てるっていう可能性はなくもないですから、うん。シャビとピケはキノコ狩りが趣味。嘘つけ。シャビはまだわかるわ。ピケはもう背高すぎてキノコが視界に入ってこないから。これは嘘っぽいな、ちょっと。うん。ちょっと行きます。これは面白いエピソードというより、っていうやつですね。元ユベントスにいたネドベドは常にベッドで生活している。サッカーに全ての力を使うため、飯も読書も会話も全てベッドの上。入院中？入院中でした？ネドベド選手は。これ本当なのかな？これ本当だったらすごいな。まあ、サッカーやるときだけにもう全力を尽くすってこと？ほぼ入院中だよね。マルコ・ロイスは27歳で運転免許を取得した。紐男タイプ？うん。結構紐男気質ですね、これは。はい。だって27歳、もうマルコ・ロイスめちゃくちゃイケメンですよ。めちゃくちゃイケメンで。もう絶対彼女が何人もいたはずなんですよ。にもかかわらず、27まで運転をしてなかったということは、かなり紐男な可能性が出てきました、これ。はい。さらに悪質な、選手が出てきました。ジョルディアルバは運転免許を持っていない。そのため、両親が彼を毎日トレーニングへ送り迎えしている。ジュニアユース感覚。一人だけ。嘘でしょ、これ。これはちょっと嘘っぽいけど、本当なのかな？マルコ・ロイス、はるかに超えてきましたけど、これ。まだ持っていないと。メッシだけには従順っていうね。うん。はい、問題児発見しました。ガットゥーゾ選手です。ザンブロッタ、アンドレア・ピルロ、マッシモ・アンブロジーニは、頻繁にガッドゥーゾとふざけたジョークや賭けをしていたそうだ。ザンブロッタの印象に強く残っているのは次のエピソードだ。みんなで練習を歩いていた時、カラーゼがナメクジを見つけたんだ。私たちはガッドゥーゾにそれを食べたら一人ずつ500ユーロをあげると提案した。未だに信じられないよ。ガッドゥーゾはナメクジを取って食べてしまったんだ。賭けのお金はどうなったのかはっきりしていない。ザンブロッタによるとガッツーゾには何も支払われていないそうだが、本人はそのお金を集めてコーチングスタッフにプレゼントしたと言っているそうです。食えますか？お金のためにナメクジ食えますか？彼は食べます。一番ヤバい選手を見つけてしまいました。ティボー・クルトワ選手です。彼にはちょっととんでもない噂がたくさんありました。彼を紹介して最後終わりたいと思います。一つ目。フランスのサッカーをアンチフットボールと発言する。控え GK に、正 GK は俺だ、敬意を払え、と発言。三つ目、アトレティコで練習を無断欠席し、チェルシーへ移籍。四つ目、ベルギー代表のチームメイト、デブライネの彼女と浮気が発覚。
これは、これ結構有名ですね。対戦相手の GK に失点シーンで、背の高い俺なら届いていたと発言。うん。僕だったら手出てますね。はい。レアルでのデビュー戦後に、古巣のチェルシーより、レアルの方がレベルが高いと発言。うん、チェルシーめちゃくちゃ嫌いじゃん。次。まだ移籍が決まっていない状況で、僕の心はレアルマドリードにあると発言。最後に、絶対にチェルシーでキャリアを終えるつ、絶対にチェルシーでキャリアを終えるつもりはないと発言。うん、チェルシーで何かあったんでしょうかね。チェルシーをすごい批判してますけれども。何かあったんでしょうね、チェルシーに。という感じで、本日は、サッカー選手の面白いエピソードを、紹介いたしました。まあ今日は雑談程度に、お話ししたんですけど、まあいろんな選手いますね。まあちょっと本当に、まあ最初にも言ったんですけど、ちょっと、まあ 100% 本当かっていうのは、まあ責任取れないので、この面白いエピソード、信じるか信じないかは、あなた次第です。